沖塩明2月6日から1968年10月20日は、大正から昭和初期に関西で活躍した建築家である。公共建築物を多く手掛け、ネオゴシック様式を好んだ。兵庫県庁在職時の1921年に、デザインした兵庫県気象1881年に、沖塩東四郎の長男として、 静岡県志田郡島田町に生まれる。1910年に東京帝国大学工科大学づくり科学科を卒業、陸軍技師として陸軍省に入る。第4四師団系1部に配属となり、第4四師団管轄下の永然すべてに携わる。その後、1916年に大阪方平交渉の勤務となる。1920年都市計画法試行に伴い、 技師増強のため、兵庫県庁に移り、都市計画地方委員会議士、内務部営前課長等を歴任。兵庫県気象のデザインを行ったほか、県会議事堂、警察署、学校など多くの施設の設計を指導した。1921年に欧米各国を視察した。1928年に兵庫県庁を依願退職し、沖署明建築事務所を開設。 神戸を拠点に、全国からの設計依頼に応えた。また、神戸高等工業学校の講師も務めた。1952年3月から1955年6月まで、兵庫県建築士会の初代会長を務めた。また、兵庫県建築会会長、日本建築士連合会理事、兵庫県文化財審議会委員、 都市計画兵庫地方審議会委員なども歴任した。1952年兵庫県文化賞、兵庫県建築功労者賞、1958年蘭受報賞を受賞。建築物名欄のは現在の名称。元況欄の丸は現存、罰は現存せず。沖潮は大の歴史好きであり、興味を寄せていたことの一つに、南馬宮の所在地の探求がある。 陸軍第四師団義士時代の1913年1月、大阪城外堀南の宝苑坂に、陸軍被服小倉庫が建設された際に、地下約9尺の地点に古河原法岩層を発見し、電魚分、重県分の古河原を発掘した。この発見に基づき、沖潮はこの周辺に、南馬宮は必ずあるとの確信を持つ。その際、このまま七十の年までは建築家で投資。 その後考古学を勉強して、きっとこの瓦に物を言わせてみせるとの思いを抱いたという。沖潮は大阪市民博物館に在籍していた山根徳太郎にそれらの古瓦を見せて指揮権を求めている。山根はこれに大いに注目したが、発掘場所は陸軍用地のために民間の調査が不可能であったため、正式な学術調査が行われたのは、 第二次世界大戦後のことであった。1952年から発掘調査が始まり、1961年にはナンバーグル大極度の跡が発見され、沖潮の核心が正しいことが証明された。関西の近代建築 P81 では、没年が1965年、読み方がおじわきらとなっているが、兵庫県大百科辞典では、昭和43年没読みは、 おし明あきらとなっており、建築と、社会イコールアーキテクチャーソサイティー第49、週12号には、1968年10月20日没、との訃報が掲載されている。国民文化協会、辞典シンボルと公式制度日本編、212ページ、ハット後の大阪市立博物館の前身、ありがとうございます。